Alright, so welcome back to Tokyo Mirage Sessions. So he looks different here too. Cool. Alright. So we've gotten access to be able to change the class of our Mirages. And it looks like you just need those Master Seals, so I'm not sure how to get them. We only had one, so we only changed our main character. We're not going to do Tsubasa's side quest because it's too hard. It says recommended level like 47 and we're like 35, so... Anyways, let's go to Shibuya and go talk to Barry so we can get our next lesson. Although I don't think our lesson is from Barry, but we'll see. Because Maiko made it seem like we're going to have someone else give the lesson. Maybe Maiko herself is going to give it. I don't know. Let's see.次回のリサイタル賞は完璧。きっと天使すぎる守りに会場でも鼻血吹いて失神する人続出間違いなしです。次、いつき、やってみろ。はい。 もっと腹筋を使え。腹に力を込めろ。ああ、腹式呼吸、腹式呼吸を意識しなさい。今まで何の訓練してきた。そんなざまじゃ守りのバックコーラースは任せられねえぞ。基礎体力からやり直しだ。 スクワットと腹筋、カッケッケイ。マリーおじちゃん、少し厳しすぎるんじゃないですか。そんなことありません。バックコーラスとはいえプロの仕事。中途半端はダメです。守り、ありがとう。でも大丈夫だよ。ふん、ちったいい目をするようになったじゃねえか。 では、レッスン再開です。スクワットと腹筋、各300回。回数増えてます。 Alright, so we've grown as an entertainer and become a stage manager. Alright. We have the ad-lib performance back course. Oh, okay, so good. So we actually have one. And we have Mamori's casual clothes. Lovely. Kazutsuki didn't have an ad-lib performance. Everybody else did. So. We'll have to check what procs it, though.翼、あなたの方が詳しいじゃない。キリアさんから聞きたいんです。興奮しすぎだよ、翼。でも、もう翼ったらいつまでもファン気分が抜けないんじゃダメよ。そういえば翼、この前の数学のテスト どうだったの? それは、翼、学業と仕事、両立できてこそ本物のアイドルよ。お姉ちゃんだって数学苦手だったくせに。次はちゃんとテスト勉強もやるのよ。今もちゃんとやってるもん。それに 微分積分なんてできなくても生きていけるもん。
翼ちゃんにビッグニュースがあります。ビッグニュースですか？なんと翼ちゃんがダイバーテレビの新作ドラマハクションデカ魔法の主役に大抜擢されました。どうもダイバーテレビの新社長が翼ちゃんに目をつけたらしいのよね。嘘だよね。本当のはずない。オチはあるはず。まだ駆け出しアイドルの翼を。本当に大抜擢ですね。ね、びっくりよね。演技レッスン開始しといてよかったわ。Maybe the modeling worked helped. Maybe. ファッション誌のおかげかな。そうね。この前の雑誌に載ったのかなりいい写真だったからね。翼ちゃんの魅力に洞察されたかな。わかった。これドッキリですね。いつきくん、 CCD カメラ探してどっかにあるはずだよ。残念ながらドッキリじゃないのよね。前々からオーディションの募集してたから。タラチノクエンっていう新進気鋭の監督が撮る笑いあり涙ありの刑事ものドラマで、ターゲットは主に10代。メジャーになるチャンスよ翼ちゃん。タラチノクエン、その監督のドラマ見たことある。それ本当に私が主役なんですか？人違いとかじゃなくて。人違いでもなく、翼ちゃんは主役よ。台本もほらもらってきたし。翼ちゃんの役は真帆っていう難事件を次々に解決する凄腕女刑事。でも彼女には秘密があって、くしゃみをすると天然でお嬢様な人格と男勝りで生意気な人格が入れ替わっちゃうってのが売りのヒロイン。ちゃんと台本読んでおくのよ。監督、新人相手でも容赦しねえって言ってたから。今回エリーもキャスティングされてるわ。あの子も結構いい役よ。エリーちゃんも一緒なんだ。よかった。あ、ちなみに初回のゲストはヤシロくんよ。胸借りるつもりで頑張ってらっしゃい。ずるい、ヤシロが。翼、精一杯やってきなさい。応援してる、翼。いつきくんは応援してるだけじゃダメよ。君もハクションデカに出るんだから。え？台本もないエキストラだけどね。人数が足りてないみたいだったから入れるところにぶっこんでおいたわ。まずは撮影のリハーサルがあるから、その日にお台場のダイバースタジオに行ってきてね。OK? わかりました。いつきくんも頑張ってね。 He's just an extra. He doesn't have to do anything. Just has to stand there.A few days later, today's the filming of the TV drama. I should head to Daiba Studio. Oh, we have so many messages from everybody. I want to clear them all because they're bugging me. And it's just like they send the most pointless stuff. Like, it'd be better if they just stopped sending this stuff, but it is what it is. Alright, so the main story.She's saying that Tsubasa, Ellie, and I have to head to Daiba Studio. That's all. And Maiko sent us that message, so let's go do that. Oh, is this a new place? This is a new place, isn't it? Alright, let's go.
looks like Jerk Face is here. お前か。なぜここに。エキストラとして出ることになったんだ。そうか。俺は台本ないからわからないんだけど、剣はどんな役を？使え。Well, that was nice of him. いいのか。台本はすべて頭に入っている。すべて？台本丸々？役作りのためだ。俺はずっとこうしてきた。お前もエキストラとはいえ演者だ。シーンの確認くらいしておけ。あ、わかった。ツルインは犯人役。翼と絡むシーンが多い役か。魔法役の織部翼は素人だな。うん、見ればわかる。剣の言う通りだよ。翼は演技レッスンを始めたばかり。ダイバーテレビの新社長が抜擢してくれたみたいなんだ。あんな素人、何か別の意図を感じるな。別の意図？このキャスティングには何か目的があるのかな。うん、妙な男だな、お前は。え？なぜ俺の言葉に耳を貸す。俺はすでに一度お前たちと敵対したんだぞ。But are you really our enemy? あんたは敵なのか。先に質問したのは俺だ。本当に剣が敵なら、俺たちを潰して地球を奪っていくことだってできたはずだよ。けどそうしなかった。だから俺は敵だとは思っていない。根拠が薄すぎる。もしかしてお父さんのことなのか。剣が5年前のことを調べてるっていうなら力になれるかもしれない。だから。本当に妙な男だな、お前は。え？俺の邪魔はするな。Alrighty. I guess we'll talk to Ellie and Tsubasa. Tsubasa, 緊張してない？え？緊張はしてないと思うけど、ちょっと頭がドキドキしてるかも。思いっきり緊張してるじゃない。いい？Tsubasa は主演なのよ。だったら全力体当たりで監督に食らいついていきなさい。それがハリウッドの心意気ってやつよ。え、あ、でも。よし、休憩終わり、続きいくぞ。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。クシュン。面白えじゃねえか。けどよ、あたしに捕まえられなかった星はいねえ。ヒップハンター、待っていやがれ。その道ってもんを教えてやるよ。勝った。なんだその望遠鏡は。もう一度。すみません。すべて連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。私はあんな狡猾な犯人を捕まえられるのでしょうか。もっと深刻になれよ。マホは心の中で狡猾な犯人にビビってんだ。晩飯で悩んでんじゃねえんだぞ。あ、はい。す
全て連続殺人犯ヒップハンターの手のひらの上だったというわけですね。カットだカット、全然ダメ。それじゃヒップハンターのヤバさが伝わってこねえよ。皆さんお疲れ様でした。ドラリハはこれで終了です。お疲れ様でした。オーディションでも言いましたが、このドラマで俺は視聴率 50% 超えを目指してます。なんだ結局いつものタラチノじゃんなどと言わせるつもりはないので、死ぬ気でついてきてください。というわけでオリベ、ちょっと来い。終わるわけねえだろうが。マホってキャラクターの魂が分かれば、お前は居残りだ。気張れよ、オリ。ああ、監督の巣に連れてかれた。やっぱり鬼の仕事が始まったか。完璧目つけられたよ。監督、演技できないやつも厳しいもん。交番も時間の問題だな。No, I don't know. Something fishy is going on here. 翼、大丈夫かな？こればっかりは、翼が自分で乗り越えるしかないわね。ダラチの監督のしごきは、夢に見るくらい厳しいけど、耐えきれた役者はぐんと伸びるわ。詳しいな。私もタラチの作品に出たことあるから。そうなんだ。タラチの監督ってどんな人？一言で表現するなら情熱の塊ね。だからとことんまで表現にこだわるの。そのこだわりが強すぎて一部では反感を買ってるらしいけど、作品の出来は文句なしにすごい。へえ。って監督の話をしに来たわけじゃないのよ。この後私個人レッスンするから、いつき付き合いなさいよ。Sure. Tsubasa is busy. That's why we won't invite her. いいよ。けど俺みたいな素人にレッスンの相手が務まるのかな。別にあなたの演技力には期待してないから気にすることないわよ。そう言われると寂しいものがあるけど。気が向いたらいつきにハリウッド的演技の指導をしてあげるわ。エキストラにも演技の心得くらいあった方がいいでしょうしね。ま、気が向いたらだけど。それじゃあ先にレッスン場に行ってるから、あまり待たせないでよね。 OK、 She sent me some messages. She's at the lesson studio. Anybody else have anything interesting to say here?Doesn't look like it. 聞いてくれない？ I think anybody would do better than Tsubasa at this point. これ知ってるか？ いいですか？ All right. I think what we'll do is we will take a break here. Next time we'll go head over to the lesson studio and practice with Ellie for a bit. So as always, thanks for watching. Till next time.